こんにちは塚田静香です今日は二千二十年十一月十四日土曜日です明日は G1 レースエリザベス上杯です私は病的真面目を治すためにカウンセリングで競馬を教わっていますしかもお金を払ってですすごいでしょそしてこの競馬がとっても面白くてこの秋競馬からは 先生に真面目病を治すという目的ともう一つ競馬ゲームに勝つ黒字を出すという二つの目的で教わっています私のカウンセリングは公開カウンセリングとして音声を配信していますよかったらそっちもぜひ聞いてください私の競馬カウンセリングなんですけど競馬の勉強はもちろん人生の勉強にとっても役に立つんです 私がもともと先生からカウンセリングを受けるようになったのは悩みばっっかかりりでで不幸な人人生生をを終わりにして人生を変えたたいと思ったからです私の先生は人の悩みや不幸はその人の潜在意識のプログラムが原因という考え方の人です。だからこの競馬でも私のこれまで使ってきた潜在意識のプログラムや もっといいよっていう潜在意識のプログラムの書き換え方を教えてもらっていますこのエリザベス女王杯の競馬カウンセリングは今日の朝8時から前半を配信しています後半は明日エリザベス女王杯当日の朝8時に配信しますで一応 G1 レースのカウンセリングの前には自分の買い目決めていきますで 改めてカウンセリングを受けて買い目を考え直します今日もたっぷり1時間かけて買い目を考えますその買い目を考える音声買い目の音声もですねまあ、動画で撮って配信しますそしてソパッドの動画も配信して結果も配信するのでぜひ楽しみにしておいてくださいこれから 有馬記念まででで毎毎週毎週盛りだくさんなので本当にね今から楽しみです競馬大好きっていうあなたも競馬知らないなっていうあなたももう是非この競馬すっごく面白いので私の今後の配信もお楽しみに今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたまた来ますね